着きました神戸空港。バイクは無料だそうです。いいですね神戸空港。あの関空はバイク渡れなかったんですね。で外の駐車場に停めて往復電車に乗ってこなきゃいけない。しかもそれがめちゃくちゃ高い、あの橋渡るのね。で次にあの伊丹空港は有料だったです。バイクね短時間だと無料なんですけど、神戸空港は完全に無料バイクはね。ただちょっとねあの橋見えますよね、あの向こうに見える橋、あれがねめっちゃ怖い。風が強いと渡れないかも。はい、電車も来てるし、新都市コースってですね、見ての通り電線がなくて、あ、多分タイヤのやつですね。神戸空港はいいですね、とてもいいです、はい、あれ管制塔だ、あんなところにね。じゃあね、神戸空港見学したいと思います。神戸空港の周りもね、たくさんね、見れるところあるみたいですね。まずはね、神戸空港。ただちょっとね、今雨、今日予報はね、降らない予報だったんですけど、結構ね、霧雨です。はい、ちょっと体を乾かすことも含めて、空港内でね、うろうろしたいと思います。ポートラインの、この上から階段なんだな。送迎の、これ入り口、入ってみよう。連絡口、エレベーターと、ここは到着ロビーなんだな。小さい。で、1階が到着ロビーで、2階が出発ロビーなんだ。展望台にまず行ってみよう。フェリーが出てるんだ。神戸関空ベリシャル。あ、ここ駐車場無料。料金書いてないけどめちゃくちゃきっと高いだろうな。これ神戸から、関空へ行ける。あ、出発ロビーすごい広い。あ、広いって言ったらこっちで終わりだ。神戸。あ、新しいですよね。ポートライナー連絡、ちょっと電車の方行ってみよう。どんな感じなんだろう。昔ね、阪神・淡路大震災の時にこっちなかったね、神戸空港ね。そうそう、なかったよ。で、そこのロッコアイランドに来たな。会社のね、下部で来たかな。で、あの海辺のところ、歩いた。あ、これ改札ね。あの橋渡ってくるのがめっちゃ怖かった。あれめっちゃ怖いよ。帰り取ってみよう。あの遊園地だね、ロッコアイランドね。その海沿いをちょっと歩いたな。液状化現象でぐちゃぐちゃになった。あの霧がかかってるのはマヤさん、軍艦のね、名前でも有名な。向こうが神戸一の谷。じゃあ空港見学しよう。三宮から来てるんですね。あ、料金いくらなんだろう。三宮から値段は370円って来れるんだ。これ安いかも ね。この粘りを作るヨーグルト、これ買ってこう。で、4階が展望デッキ。これ出発ロビー。検査場ですね。上がってみよう。ああ、すごい見晴らしがいい。神戸空港。ああ、大阪湾。スカイエア。すごい見晴らしい。離発着の本数が少ないんだろうね。これガラス張りの中で。ちょっと休憩できる。しかも展望デッキ同じぐらい見晴らしがいい。で、船、あ、向こうは淡路島かな。ね、喫茶店もいいですね。
これは絵は可愛いね。さあ展望デッキ行ってみよう。おだ。ちょっと外で雨っぽいね。雨っぽい。あ、夜はイルミネーション。あ、雨止んでる。よいしょ。完全にそこですね。あ、ジェットエンジンの音がする。で、こういう感じ。2つ建物があるな。さらに高台。フライト情報とか載ってる。 あれが一番高いんだ。東京行きがあるんだな。1日2便朝もあるんだろうな。3便ぐらいなんだろうな。あ、これで帰るといいかな。うん、こっちはスタッフの専用かね。これ神戸空港から帰るっていいな。さらにこっちは高台、神戸ゾーンって書いてある。行ってみよう。なんかあるのかな。おお、あの橋超怖かったぞ。あ、こんな高台なんだ。あ、向こうのはいいんだな。なんとこっちはお部屋。あ、神戸港のイメージ。これいいね。これ 無料だよ。これはロッコアイランド、あ、フォートアイランドと空港町ですよね。すごい。これはね、神戸空港展望台すごくいいですね。おすすめ。はい、もう一つ向こうの塔行ってみよう。神戸空港おすすめだわ。これはこれで帰省するのが。ね、車持ってないんでね。バイクなんでね。車だ持ってたら最高だね。あの橋ね、神戸エアポート。あ、自撮りコーナーですね。はい、エアポートゾーン。こっちは階段なんだよ。行ってみよう、うん、あ、これ完全外。これはね、逆に外の好きな人にはたまらないで、ね、行列ができる。出発を待つと滑走路は1本なんだね。こっちはあの橋。あ、こっちも木内なんだ。こっちは展示が少ない。これはこう芸術家と一緒に。あ、パンでできてる。食品サンプル的な。なぜ公式数旅館。うん、あ、帰ってきた。決断します。移動しよう。空港を後にして、でロックアイランドの博物館、科学館に行きます。これね、プラネタリウムがあるんでね、ちょっと見ていきたいと思いますね。期待しますよ。神戸のプラネタリウム、こうご期待だ。まず、ね、綺麗な空港ね。ちっちゃくてね、綺麗だわ。これね、満足度高いと思う、この神戸空港は。で、バイクに優しい。無料、バイクは無料。また来よう。で、あの橋が超怖い。